皆さんご機嫌いかがですか先ほどは Hi、はい、from Mario を聞いてくださってありがとうございました。えー、隣で勇気が、うん、すやすや寝てますので、ちょっと勇気の息遣いが聞こえるかもしれません。ねえ、ゆっちゃん。<laughs> はい。さて、えー、先ほどもね、私が、まあ、少し YouTube を盛り上げるために、 まあ盛り上げるために本当はするべきことはもっと音楽の,あのビデオとかはアップすることなんでしょうけどね、うん、そうですね私もいろいろ時事ネタとか好きなんで、うんまあ、今世の中で起きてることに関してお話しするっていうのもまあブログとかでも書いてますしねそういうのも、まあ、いいのかなって思います。 で、今ねまあ2つ、まあ、世間を騒がしてる話題があるとすると、うん、そうですね広末さんとキャンドル・ジュンさんと、えー、シェフの方のお話とそれから市川猿之助さんのお話ですね。もうう日またいいで、まあ、市川猿之助さんっていうのが、今、猿之助 容疑者ってなっちゃうのか、いやなんか一日毎対でそうなっちゃうっていうのは、うん正直驚きだし、まあ仕方がないことなんだと思います。まあ私が全くこれ個人的な見解なんですけれどもね、お話しするとすると、まあこれも,もう本当に全く憶測ですけどもね。 やっぱり歌舞伎のおうっていうのは生まれた時からそのおうを継がなきゃならないっていうそういう運命のもとに生まれてまあ自分はやりたくないよっていうことが許されるのかどうかは分からないんだけれどもまああの團十郎さんのところのねあの新之助さんカンカン見てても分かるけどまあ本当にごく自然にね あの親の仕事を継いでいくっていう感じにあの見えますよね、まあ。いやいややってる子どもたちもいるのかもしれないしもしかしたら海老蔵さん自体がねそんなに歌舞伎をすることは子どもの頃好きじゃなかったかもしれないですよね。でもまあ厳しいお稽古に耐えて続けていくお家ばかりなんだと思いますけれども。 まあ、之助さんは一人っ子ですよね、まあ、兄弟でもいればまた気持ちが少し楽だったかもしれないけどでいろいろこうエピソードをいろいろ読んでいると父さんの男四郎さんは穏やかな方なんかすごく若い頃のあの猿之助さんがね亀次郎さんになった時の子供の頃のなんかその。 舞台の時のインタビューを見たけどその頃はあのダンシロ郎さんお父様はもう本当にはつらつとしてねふっくらとされて最近見かけたお顔とは全然違うような雰囲気だったんで生き、まあのいいお父さんだったんでしょうね。で最近はご病気だったというか少し認知症の、あのー、症状も出てたっていうことで、まあ、少し性格も変わっていたのかもしれないですね。 私も父が認知症でで亡くなりましたので、まあ、そう言ってて自分で信じられないんですけどまだはっきり言って正直なところ父の死もねプロセスできてないというかまあその事実は分かってるんですけどあまりこうずっと忙しくってそのことに関してじっくりと心を整理したことがないですね私もね、まあ、とにかく話を戻していろいろ読んでるとなんかお母様がねあの 結構強いお母様だったこれもまあ記事から読んで感じたことだけですけれどもなんかお稽古の時もビシビシとねなんかいろいろこう手が飛んだというか物差しでピシッて叩かれたりとかたまにはベルトでみたいなことも今日ちょっと週刊誌に書いてあったのをオンラインで見ましたけれどもまあ歌舞伎のお家はね、まあ、ご両親とも厳しいと結構辛いと思いますね。 お母様もなんか踊りの先生だったらしくて、うんまあ、も,もちろん歌舞伎にはねあのあの踊りもありますから、うん、なんかお父様もお母様も厳しかったのかなっていう印象はあるけど、まあ、シャキシャキしてったっていうのはお母さんなのかもしれないですね、うん、だからねあの、まあ、自分の経験からもなんだけれども その先日のねこうスキャンダル、うん、週刊誌の記事とかが、まあ、出るって分かった時にねでその内容とかが分かった時にね多分ねもうお父様はねも,うあのも,ちもしもね本当に認知症だったらば感触を起こすとかねそういうことにはならないと思うんだけれどもお母様の方はねまだ元気でしたらやっぱりカーッと来たりね、あのーまあ、息子にね文句の一つや二つ あの興,奮し興奮しながら行ったかもしれないですねご近所の方もなんかおうちの中が賑やかだったと前日そうおっしゃってましたから、まあ、ちょっと親子喧嘩じゃないけども「どうしてくれるのよ」とかあの「どうしてこうなったの?」みたいな何かあったのかもしれないですね。で猿之助さん自体はね自分があの、まあ、マイノリティっていうのかなんかゲイだっていうのを。 カミングアウトしてたのかしてないのかは分からないけど、まあ、ご両親はもちろんね気づいてたわとは思うんですけれども結婚もなさってなかったしねうんただそれをご両親がどう思ってたのかっていうのはもうそれぞれのお家のね本当にすごく微妙な繊細なことなんでまあそういう記事が出てその自分がゲイだっていうことだけじゃなくて、まあ、それを匂わせるような記事だったんだけれども。 何かこうしてはいいけないねこう性的なことっていうかハレンチなことなのかな何かしたっていう記事だったらやっぱり歌舞伎のおだとねその歌舞伎のおの名前を汚すような行動だってことでお母様がねもしかしたら激高されたのかなってそれが私のまあ憶測なんですよさっきから言ってるようにそうするとねやっぱりこう ずっと今まで我慢してきたものなんていうの人間って反抗期がいつ来るかなんてわかんないんですよ16歳とかで普通に反抗期が来るのは非常にノーマルなことだと思いますだけど40ぐらいまでずっと我慢してていきなり40歳になって反抗期が出る子供もいると思いますようん、その頃にね何か他のすごい人生で 転機になるような出来事があった時に人生を見返した時にね自分の両親とのね関係性を見直すとかねなんであの時みたいなことを中年以降になってね思うことも絶対あると思います私もあったし自分の息子たちも私に対してねあの全然大人になってからねそういう反抗的な気持ちを持ったってこともあるし特に歌舞伎の家なんかね まあなんていうのかな制約が多い中お家を継がなきゃならないプレッシャーの中名前も継いでいかなきゃならないそういう大変な暮らしの中でね別に歌舞伎のお家だけが大変だって言ってるんじゃないんだけどなんかあれじゃないですか皇室とか王室とかに生まれると自分はそれ別に選んだわけじゃないのにっていうふうに思う子どもたちがいると思うんですよね。まあ、実際はは魂が自分の親もも選んでいるとは言われれますけれども それと同じだと思うんですよ歌舞伎のお家もねだからそのお母さんが激高された時にもしかしたら猿之助さんがうんカットしたのかなってとうとうこうねお湯がもうすごい熱いねあのー、温度にこう沸騰するような感じに。 何かのすけさんがカットしたのかなってそれでお母さんが先にいなくなられたのかなっていうその暴力とかそういうんじゃないんだけど何かが起こったんじゃないかなって思うんですよ。もちろんねもしもご両親がそういうご自分からね命を絶つってことをもし決めてらっしゃらないでそういうことになったとしたらそれはもちろんぶん殴ったり蹴ったりとかっていう以上に大変な暴力ですよそれは。 ただ密室でね他に誰か見てた人がいたわけじゃないから猿、まあ、之助さんの証言がね、あのーまあ、メインになるんでしょうけれどもなんとなくねなんかみんなで一緒にね生まれ変わろうって思ってそうしたんだっていう話にはちょっと無理があるような気がしてうん立派な親ならねその記事を受けて。 ご迷惑をかかけた方には謝りななさいいとと言ううんんじゃないかと思うんですよ私だったらそう思うし自分が何かやらかしたらまずはそうすると思うんですよそういう気持ちになると思うんですよ。それがね一家全員でねで生まれ変わって美しい人生をまた別な関係性で築こうみたいなそお花畑じゃないですかそれって。本当に傷ついいたたた方々、ね、いたんだったら そのスキャンダルでねまず謝ることとが先だと思うんですよそれをね普通だったら親が言うんじゃない促すんじゃないかなで生まれ変わろうってそういうお花畑のお家だったんでしょうかってどうもご両親のキャラクターを話を聞いてるとねそういうふうには感じられないのでだからそのお母さんと猿之助さんの関係性っていうのがね ちょっと歪んでいいたんじゃな,いかなっていうその何て言うのかな息子かわいいなためにね何かこう何かいつもいい子でいなきゃならないみたいなところがあったんじゃないかなって思います。いやだから何をしてもいいっていうわけじゃないんだけれども、まあ、それこそね、まあ、私は今あんまりセラピーを信じてないけれども家族でねセラピスト雇ってね そういう、なんていうのかな、セッションを何度もするとかね、週に1回。やりようがあったと思うんですよ。で、スキャンダルもね、誤って、償えばいいじゃないですか。なんで、お父さんとお母さん巻き込んでね、死ななきゃいけないのかっていう、それがね、うーん。だから、どうもね、話がちょっとわからないので、まあ、これからね、 ままだまだもしかしたら真相が出てくるかもしれないしどういう形で収まるかわからないけども私あの結構歌舞伎ねあんまりお話ししないけど好きなんですよ見に行ったことはないです歌舞伎座とかにねでもそうねまあ海老蔵さんとそのお父さんの團十郎さんのデビディも持ってるしねパリの公演の。 ででそののパリの公演には之助さんんすさも出てたんですよ自己紹介あの全部ね皆さんフランス語でされてとても立派でしたけれども全員がねそんな中でも猿之助さんの自己紹介はとてもねウィットに富んでユーモアにあふれてね素晴らしいものでしたうんだからとても残念ねあの彼はこうユーモアのセンスがあって私はなんか俳優さんよりもやっぱ歌舞伎役者としての方が 実力ががあったような気がしますなんか俳優さんとしては、まあんまりたくさん見たわけじゃないけどちょっとこう芝居が大きい感じ、まあ、だから面白いっていうのもあるのかもしれないんだけどもやっぱり歌舞伎役者としてのなんかやっぱり才能っていうのはすごくあったんじゃないかなそれで円翁さん元々の猿之助さんまあそのその方もスキャンダルでねうん奥さんをね置いて。 うん藤間紫さんでしたっけね。と、まあ、不倫されて結婚してってかなり年上の女性でねあの、まあ、色気があったんでしょうね。でもその猿翁さんもねあの、まあ、病気に倒れて今では、まあ、それまでの調子とは違っちゃっているみたいなんだけどちょっと話があちこち行っちゃったけど。 私ああののちゃんも好きですよあの市川だんこちゃんもすごいかわいい染五郎もかっこいいけど最初染五郎見た時にあの BTS の V に似てると思ったね V 君にうんにまあ染五郎さんとだんこちゃんとまあ両方いいけど正統派の男の子って言ったらだんこちゃんかな七之助さんもねあの綺麗で。 写真集買ったりもしたしなんで私歌舞伎のことね全然知らないわけではないんですよまあそんなわけでねまあ悲しい事件ですよねでも責任は週刊誌が持つのかって言ったらいやまさかねまさかそうなるなんて思って記事は書いてないだろうけどやっぱりこうちょっと うん、感情、感情的になったんじゃないかな、お家の中が。感情的になるほど危ないことはないからね。うん、自分の健康も害すし、人も傷つくしね、たまにこういう大きな事件になっちゃったり。ね、やっぱり感情的になることで、周りへもストレスかけるし、だから私も本当勇気と暮らす中でね、なるべくなるべく平和に生きる努力をしてるんですけども、 イラッとしても大きな声出さないとかねたまにねもうなかなか思うようにいかないとねあの思わず大きな声が出ちゃう時もあるけど、うん、でもね本当に本当に穏やかにねあの静かに暮らしてますここでね私とユキは。そんなわけで、まあ、今日のお話のね、まあ、最後に、まあ、言いたいことは。 感情的になあのリアクティブそうですねあのすぐ反応しないまあ私も反応しちゃうタイプだと思うんですけどもどこまで反応するかですね反応してしまっていてもその途中でレッドゴーできるまあそのことをから心をそらすことができればそれでいいんじゃないかと人間なかなか完璧にはなれませんからね。 速さだと思いますだからうんまあなるべくリアクティブにならないこと反応せずに常にね俯瞰で自分を見るような静かな場所を心に持ちながら生きるってことが世界の平和にもつながるとまあ綺麗事なんですけどねそんなことを24時間毎日毎日してきたそれこそ世の中平和なんだけれどもでもそういうふうにみんなが努力する。 心の中にに静かな場所を常に持っているってていいるうのは大事なことだとだ思いますそんなわけでねまあ,あの自治ネタをやるにしてもこういうふうにあの自分の気持ちを語ってね最後に何が大事かっていうことも何かちょこっとポイントアウトできればね、まあ、私は全然先生のつもりでもないしあれなんだけど、まあ、世の中にね世の中のためになるそして自分が一日一日ベターな人になるってことも目標に。 やっていきたいと思います皆さんご視聴ありがとうございました飯島まりでした